大鳥松院は青森県弘前市にある総統州の寺院である。本尊は釈迦如来。33の総統州寺院が立ち並ぶ前林街の中に所在し、その一つに数えられる。回帰については詳しく伝わってないが、種里山の3号が示す通りかつては西津軽郡種里村にあったとされる。弘前市に移ったのは慶長年間とみられる。 広崎に移って以降は大鳥松院大谷寺とも呼ばれ甲春院の松寺とされたが、甲春院は明治時代に宗の理寺として統合されたため、大鳥松院は現在では宗の理寺の松寺となっている。現在の画欄は大鳥松第28世である黒滝彦虎により1938年に落成された。寺宝には壁画ぶら8枚からなる社会一代記があり、 第29世、黒滝大安により1976年に、落慶された。種里さん、大鳥松院の種里さんは、種里の地名に由来する。種里は、津軽藩の発祥の地で、大浦光信が、南部藩から独立し、種里城を作ったところである。陰号の大鳥松は、不思議な名前である。大鳥は五道に泊まり、花札の大鳥も五道が描かれていて、 松ではない。多分霧ではなく松なのは、皇室に遠慮したのか、南部霧が有名であったので、南部を象徴する霧を嫌ったのであろう。そして、松は枯れず、松が勝ちに通じるからではないか。大鳥は鳥の王であり風の神でもあるので、大浦三信を称える意味があったと思われる。ありがとうございます。